東京外国語大学の沼野京子です。えー、ご紹介に預かりました。沼野ののです、えー。今、ロシアによるウクライナ侵攻から9ヶ月以上がもうすでに経ちますが、えー、プーチン大統領のプーチン政権の思惑とは、まあ、裏腹に、えー、戦争は長引いています、えー。ロシアはウクライナ各地へのミサイル攻撃をやめようとしません。えー、戦争は泥沼化していると言えるでしょう。 ウクライナ、ロシア国内では戦争開始直後の2月から3月の初旬にかけてこれが初めの時それから2回目は部分的動員令というものが出されましてそれが9月の半ばですねこの2回にわたりましてロシア国内で反戦の動きがかなり大きなものが見られました。 えー、しかしそのあと、えー、無理やりに、えーま、力によって封じ込められております。えー、動員令が出されたのは第二次世界大戦以来というふうに聞いておりますけれども、えー、正確な数字は分かりませんが、えー、ウクライナを出国した人の数は何百万人という数に上る、それからロシアを出国した人の数は何十万にも上るというふうに、えー、言われております。 国外に出ないまでも動員を逃れようという人の数もかなりに上ると思われます。こうした動きというのは反戦運動、反政府運動に比べれば積極的な反抵抗運動というふうには確かに言えないかもしれません。でも消極的な沿戦あるいは反戦、非戦であっても弱者にできるせめてもの抵抗ではないでしょうか。戦争は常に必ず 弱者を犠牲にします。権力側の都合の良いように振り回され苦しむのは決まって弱者です。戦争とその実態をどのように記録して残していくか、残していったら良いか、犠牲者の側からではなくて弱者の側から、死生の人々の側からどのように戦争、あるいはその苦しみを描いていったらいいのか。 そして、後世の人々の記憶に刻みつけるべきなのか、これは歴史学と文学の両方に関わる大きな課題だと思います。第二次世界大戦をソ連では大祖国戦争というふうに呼びました。自分の領土に攻め込まれてきたので、その祖国を亡命防衛する戦争であるという意味からこのように言われています。 その大祖国戦争で甚大な悲劇を出してかろうじて勝利したソ連そこにはどのような戦争の弱者がいたのでしょうか歴史の彼方に埋もれてしまいかねない存在それらをロシア語文学はどのように描いてきたのでしょうか今日はその一端をご紹介したいと思います今日のお話の流れなんですけれども このようになっております、前のスライドに投影しておりますけれども、えー、取り上げるのは5人の、まあ、作家たちです、作家、詩人です。えー、最初はあのトルストイ、レフ・トルストイ、大文豪と言われているあのトルストイですね、えーまあ、1904年に反戦メッセージを出しておりまして、まあ、これは大祖国戦争ではありませんけれども、日露戦争の時の反戦メッセージです。 それから2番目にブラート・オクジャワという詩人を取り上げます。この人が書いた「少年兵を達者で」という本がありまして小説がありましてここで少年兵がどのように描いてあるのかということですね。それを取り上げます。3番目には皆様、名前ご存知かと思いますけれどもアレクサンドル・ソルゼニーツィンという人ですね。 ノーベル文学賞賞を受賞した作家でありますこの人が囚人をどのように書いたかで。この囚人になってしまったというのがですね、第二次世界大戦、大祖国戦争で実は捕虜になってしまった人だったというところから、まあ、捕虜スラッシュ囚人というふうに書いております。そして4番目にはラスプーチンですね。 これはあの、回想ラスプーチンではございませんで、作家の、現代作家のラスプーチンなんですけれども、ワレンチン・ラス,ラスプーチンです。脱走兵の物語を彼は書いていまして、それを取り上げたいと思います。そして最後に、スベトラーナ・アレクシエーヴィチという、やはりノーベル文学賞を受賞した作家ですね。この人はベラルーシに えーまあ、ベラルーシの作家というふうに、まあ、紹介されることが多いと思います。えー、ただ、ロシア語で執筆している、えー、作家ですので、まあ、今日ここで、えー、最後に取り上げようと思っております。えー、アレクシエビチのの、まあ、最初の えー、大きな作品がですね、えー「戦争は女の顔をしていない」えー、これは女性兵これは、まあ、やはり女性というのは戦争の弱者と言っていいのではないかと思いますので、えー、女性兵について、えー、皆様にお話ししたいということで、まあ、この順番で順を追ってお話ししていく予定です。 えー、それで、えー、内容に入る前にですね、背景として押さえておきたい、まあ、事実と言いますか、史実というものがあります。それは、えー、戦後ですね、1950年代の半ば頃まで、えー、スターリン時代が続くわけです。スターリンが亡くなるのが1953年、えー、そしてスターリン批判。 というのが行われるのは1956年ということですね。えー、それでこの時までは社会の引き締めは戦,戦時中ですね。戦中よりももっと厳しいぐらいでした。非常にまあ強まったと言ってもいいくらいでした。えー、当時の完成文学の圧倒的な大部分は国のために勇ましく戦ってファシストに勝った強い大人の男というのがヒーローたち。 そのヒーローたちの姿を描いた愛国的なものばかりでした。文学のみならず映画もそうでした。ソ連では1930年代半ばから社会主義リアリズムというのが唯一の芸術的な路線となりました。この路線からはみ出るようなはみ出してしまうような芸術、文学ももちろん含めですけれども、それは許されないという時代がずっと続いていたんですね。 それで社会主義リアリズムというのは何かとごく簡単に申しますと現実を革命的な発展において正しく具体的に描き出すものというふうに規定されましたそして人々を社会主義に向けて教育するという、まあ、そういう課題に取り組まなければならないというふうに規定されていたんですね。 なので、この公式の路線からはみ出すような、まあ、例えばファンタスティックな話ですとか、うん、SF もダメですし、えー、ちょっと、っとなんて言うんでしょう、政権とはこう異なるような意見を持っているような主人公が出てくるものとか、そういうものがまあ一切出版されないという状態だったんですね。そのことを一つ押さえておく必要があると思います。 そしてそこでは検閲というものがあり、えー、政権側ですね、まあ、当局がこれは出してはいけないと決めたものは、えー、世の中に出すことができないというそういう状況でした要するに、えー、政権の都合の良いことしか描けない、えー、そういう状況だったわけです、えー、戦争では祖国のために犠牲になることというのが、えー、政権の、まえーま、国民の義務であると。 そして国民の誇りであるというふうにされていたわけですで。そこから逸脱する描写は検閲により出版が禁じられ、場合によってはそれを書いた人ですね、著者が逮捕されたり、罰せられたり、流刑になったりということがありました。なので、えー、その社会主義リアリズムとは別のことを書こうと思う人は、これは本当に誇張でなく申し上げるのですけれども、命がけで。 文学を書いいてきたそういう国なのです、ねえー、まあこうした厳しい政治的社会的状況の中で優れた作家たちは検閲を常に意識しながら一期一期に神経を行き渡らせ、えー、そしてなんとか表現の自由を広げよう真実に近いことを書き記そう本当の文学の名にふさわしい作品を残そうとしてきました。 株を破って描かれる戦争の真実とはまだあどけない子供のような兵士あるいはドイツ軍の捕虜になった者そしてソ連軍を脱走した者女性兵たち彼らの姿すなわち戦争弱者の姿でありましたさて えー、まず最初に取り上げますのは、先ほど申し上げましたように、えーまあ、第二次世界大戦よりもだいぶ前の1904年ですね、えー、日露戦争が勃発した時のことです。 戦争と平和で、まあ、世界的に知られるレフトルストイですけれども、えー、この人がまあ反戦論文を書いています。反戦メッセージですね。えー、ご存知の方があの多くいらっしゃると思いますけれども、えー、まあ作家がはっきりと反戦の意を表して当局と対峙したという例として、まず最初に取り上げたいと思うわけです。 でトルストイは日本の天皇とそれから時のロシアの皇帝にあててこのメッセージを書いたわけですけれどもタイトルが「悔い改めよ」というルカデンですねから取られたものと言われていますしかしロシア国内では発表できなかったので公にしたのはロンドン・タイムズというロシア語から英語に 翻訳をされて、えー、そこで発表されたわけですね、えー、同年のつまり1904年の6月に発表されましたそれを、えー、日本でも、えー、平民新聞と東京朝日新聞が英語から日本語に翻訳して同じ年の8月に、えー、掲載しております、えー、かなり早い迅速な動きだったと思います その冒頭部分ですね、ここに引用してございますけれども、それをちょっと見てみたいと思います。戦争はまたも起こってしまった。誰にも無用で無益な困難が再来し、偽り、欺きが横行し、そして人類の愚かさ、残忍さを露呈した。東西を隔てた人々を見るといい、一方は一切の詐称を禁ずる仏教徒であり、 一方は世界中の人々は兄弟であり愛を大切にするキリスト教徒であるその数十万人が今や残酷な方法によって互いに傷つけ合い殺し合おうと勢いづき陸に海に野獣のように戦い合うああなんということかこれがこのメッセージの冒頭部分です。 これはあの現代文に、まあ、あの直したものを引用させていただいております、あの私自身の <laughs> が分かりやすいからなんですけれども、えー、トルストイは、この、まあ、文明が危機に瀕していること、えー、そして局地的な戦争であっても、世界的な厄災をもたらす可能性があるということを憂いて、まあ、軍人も、それから外交官も、皇帝も、一個人として悔い改めよというふうに言っています。 殺すなの教えに従うべきだというふうに主張していますそれとともに一般の人々には兵役を拒否するように、えー、呼びかけているんですこのあたりはですね、えー、現在のまあ、ロシアのですねその先ほど申しました動員令が出されてからどうしたらその召集されずに済むかということがネット上でいろいろな方法とかが出回っておりましてなん、えー、とか兵役拒否をしたいという人が あの多くいるのだということが伺い知れるのですけれども、この状況をと、まあ、重なり合ってみあのみ見えます、えー。ちなみにですね、1880年代、えー、トルストイの話に戻りますけれども、えー、1880年代の半ば頃からトルストイは、 その大きなその、こうなんていうんでしょう、人生の上でのあの変化がありまして、一切肉食をしない、飲酒もしない。 それから徹底的な非暴力主義者となっていくんですね。それまではあのトルストイは貴族で伯爵でありまして、えー、お肉大好きでしたり、えー、なかなか放蕩生活もしていたわけなのですけれども、まあ、1880年代ぐらいからはもう一切そうしたことは拒否してこう大転換をするんですね。そそしして一切のの政治権権力力れから教会の権力も否定し死刑に判断 すするといいう、まあ、かなななり過激な思想家になっていきます、えー、非暴力主義というのは日本の思想家たちも、まあ、トルストイに憧れて、えー、彼の、えー、領地でありましたヤスノヤ・ポリアーナという広大な領地があるのですけれども、まあ、そこに、えー、トルストイを訪ねていった人たちも多くいましたよね。 えーまあ、現在のことを考えますと、えー、テクノロジーの発達によってその兵器の殺傷能力というのは格段に高まっています。えー、メッセージをを伝える手段も飛躍的な進歩を遂げています、えー、だというのに人間は相変わらず、えー、日露戦争当時と、えー、本質的に何ら変わることなく同じことを繰り返しているのではないでしょうかもちろん100年前と現在とでは全く同じというわけではありません。 国際情勢が異なることは言うまでもありませんでもまるでサーリのような強権的な為政者が戦争を起こしそれに対して作家が反戦を呼びかけているといったところですとかロシア国内では反戦運動をすることが難しいといったところですとか、えー、第三国経由での発信に頼らざるを得ない とといったところなどは、現在の状況ととそっくりだと思います。この反戦論からさらに、えー、約四半世紀ですね遡った、えー、1878年のことなんですけれどもトルストイは、えー、この70年代ですね、えー「アンナ・カレーニナ」という大長編を書いていました、えー、そして完成させますその最終章ですねにあたるのが第8部 なんですけれども、この第8部でトルストイの分身とも言えるような登場人物、この人がレイビンと言います。あの翻訳によってはですね、リョビンという名前になっている翻訳もあります。えー、公文社古典新訳文庫、あの茂之先生の翻訳ではリョビン。 となっていまますけれども、えー、昔からレービンというふうにえ表記されていたのが多かったので、きょうもちょっとこれからはレービンとあの言わせていただきますけれども、実はレービンのレフという部分が、ですね、レフ・トルストイのレフ、で彼の名前ですよね、と同じなんですね。つまり、このレービンという人は、トルストイのまあ分身、トルストイのまあ考え、思想を体現している人というふうに言われています。 そしてこの第8部ですけれども、あのアンナ・カレーニナの、えー、この中で、えー、レービンはですね、えー、自分は一体何で生きているんだろうという、まあ、存在の意味ですよね、えー、それにずっと悩まされている人なんですけれども、まあ、その意味にですね、こう一条の光が差し込むというとても大事な最後の章なの第8部なんですね。 非常に注目すすべき論点が提示されていますそれは何かと言いますと、えー、アンナの,の主人公ですね、ヒロインアンナの恋人はブロンスキーという人なんですけれども、このアンナは最終的には、えーまあ、ちょっとネタバレのようになってしまいますけれども、えー、鉄道自殺をしてしまうんですね。で、その、えー、アンナを失った後の、えー、ブロンスキー。 どうするかというと、みず自ら死を望んで、志願して赴任してい赴いていくのが、ロト戦争とといいうことになっていますそしてこの、ロト戦争というのは、一体何のためにやるのかという大義名分ですね、この大義名分をめぐる問題というのが、この小説の中で描かれているわけなんです。 でロシア政府は当時、そのオスマン帝国と戦争をするのはなぜか、その大義名分は何かというと、えー、そのオスマン帝国の支配下にあったバルカン半島にいるスラブ系の住民を救済するためだというふうに主張しているんですね。で、えー、このことって、えー、なんかどこかで聞いたことがあるような。 論理じゃありませんか。皆様、新聞とかで、ねえー、ご存知と思いますけれども、えー、今、ウクライナに戦争を仕掛けているロシア、これはロシアのウクライナで、えー、虐げられている、えーま、ロシア語、えー、ロシア系の住民を、ま、助けるためなのだというのが大義名分になっていますよね。えー、それと、ま、どこか似たようなところがあると思います。で この大義名分ですね、その当時のんですけれども、あの、ロト戦争の時に話を戻しますと、レ霊ビンはえ、それはおかしいというふうに考えている人です。どんな公共の目的のためであっても、戦争を望んだり、衝動したりするようなことはできないというふうにレ霊ビンは考えます。そもそも一般の民衆はトルコと戦うことに賛同していないとレ霊ビンは自分の周りの人たちのことを見て思っています。 たとえスラブ人が迫害されているにしても、オスマン帝国の中で。でも義勇兵として参戦してトルコ人を殺す必要はないというふうに、レーヴィンイコール、ほぼトルストイなんですけれども、えー、は考えているわけですね。えー、その、えー、大義、名分に、まあ、反対している部分ですね。それをちょっとお示ししますね。これです。 はい、ちょっとと読んでみたいと思い思ます、えー、彼というのはそのレイビンのことなんですけれども、えー、彼が、まあ、そ,れそれというのはですね、えー、ちょっと前のところ省略してしまったので、こんな風になってしまいましたが、それというのは虐げられた同胞を救うというその大義でもって参戦することを指しているんですけれども、ここでは、それに賛成できなかった。それはなぜかというと、身の回りの民衆が、 えー、そうした思想を表明するのを見たことがなかったし、また自分のうちにもそうした思想を見出したことがなかったからである。そして一番の理由はいかなる公共の目的のためとはいえ、戦争を望み衝動するような真似はできないということだった。というふうにはっきりアンナ・カレーリナの中に書かれているんです。でここには作者トルストイ自身の非暴力、平和主義、 つまり反戦思想が反映されていると見ていいと思います。ロト戦争というのは1877年に始まって翌年まで続きました。ご覧いただくとお分かりの通り、アンナ・カレーニナが書かれたのは78年ですから、まさにその同時代にロト戦争が行われていたということなんですね。それで、アンナ・カレーニナという小説は、最初、その1875年から3年間、 えーまあ、月刊誌で「ロシア放置」というタイトルの雑誌があ,ありまして、まあ、そこに連載されていました。えー、ということでトルストイはまさに進行中の戦争を、まあ、自分が執筆している小説に取り上げたということなんですね。そしてロシアの参戦に異議を申し立てたということです。筋が通ってますよね。この後あと日露戦争に対して反対するわけですから。ところがですね これがロシア放置という先ほどの雑誌のオーナーですね、主管であるミハイル・カトコフという人がそのオーナーだったんですけれども、この人の気に入らなかったんですね。それで第8部を掲載するのを拒否されてしまいます。トルストイは怒ります。第8部を絶対にその世の中に公表したいということで、第8部を含んだ単行本を この年ですね、つまり1878年に出版したのです。まあ、こういう経緯があります。こうした反戦、えー非、非戦と言ってもいいかもしれませんけれども、えー、こうした思想を持っていたトルストイと対照的だったのがドストエフスキーです。ドストエフスキーとトルストイはちょっとこのあたりでですね、戦争に対する、あるいは対、 大義名分に関する考え方が、えーまあ、正反対だったんですけれども、えー、ドストエフスキーの方に話を持っていきますと、ちょっと今日の <laughs> 話の筋から逸、えー、れてしまいますので、このあたりは実は文芸春秋という、あのー、雑誌の12月号にドストエフスキーのことを書きました。えー、もし、あのー、関心のある方はそちらをあのご参照いただけますと、えー、ありがたいです。 えそれで、まあ、今日は戦争弱者のお話ですから、えー、あの次の、えー、サッカーへと話を進めていきたいと思います。えー、さて、えー、このようにですね20世紀初頭に文豪のトルストイによって明確な反戦メッセージというものが表明されていたわけなんですけれども、えー、まあ大祖国戦争の時には反戦アピールや反戦運動というのはまあほとんど なかったと言っていいのではないかと思います。先ほど簡単に背景の説明をしました。えー、その時に、えー、その戦後10年ほどはスターリニズムがまずっと続いていて、まむしろ強まっていて、えー、反戦思想などというものを表そうものならもうすぐに拘束され逮捕されてしまうようなま社会情勢だったと、えー、いうことを申しました。で、その社会的な雰囲気ですね。 えー、が変わるのは時代の状況が変わるのはいつかと言いますと1956年のフル,フルシチョフによるスターリン批判です。それからそれに続く雪解けの時代ということになります。雪解けといっても100%自由になったわけではないので。 作家たちは本当にそのここまでは書けるだろうかここはどうだろうという,こうなんてうんでしょう,こう試行錯誤をしながらこう自由の度合いをまあ確かめていたわけなのですけれども、まあ、雪解け期の1961年ですね今からお話しします奥沢ですが、えー、モスクワの南西約180キロのところに位置する地方都市のカルーガという,う町があるんですね。 そこの出版社から実は検閲を受けていない、えー、まあ、アンソロジーといいますか、文集ですね。それが出ました。この検閲を受けていない文集が出るということは、ソ連においては、もう、すごく画期的なことなんですね。先ほど申しましたように、社会主義リアリズムに則っ,ってやらなくてはいけないので、検閲っていうのはすごくその当局から見ると大切な期間なわけですよね。それを経いで、 勝手に出してしまったものがあるんです。それがタルーサのページと言っておりまして、それがアンソロジーの名前なんですけれども、タイトルなんですけれども、それが出版されました。どうしてタルーサから出たのかと言いますと、モスクワより地方都市の方が多分そういう検閲の目が甘かったということが一つ大きくあると思います。 それからもう一つ大きかったのが、えー、タルーサに、えー、作家のコンスタンチン・パウストフスキーという人が住んでいたんですね。パウストフスキーという人です。で、この人が、まあ、編集をして、こういう、えー、アンソロジーを出そうということになったわけなんです。まあ、つまり、これは、まあ、ソ連文学史上の、まあ、大事件だったと言ってもいいと思います。この文集に、えー、我れらがブラート・オクジャワが えー、少年兵を達者でというタイトルの諸女小説を発表しました、えー、1942年に、えー、オクジャーは志願兵として独創戦に従軍していますオクジャー自身の実体験に基づく自伝的な中編ですロシアの場合は長編中編短編というのがありまして、えー、これはまあ中編にあたるものなんです で主人公は、まあ、一人称の、えー、単数ですね、僕、私という形で書かれていまして、まあ、翻訳に従って僕と申しますけれども、18歳です、まだ。18歳の僕が戦場で、まあ、非常に重要な書類をこれを助官に届けなさいって言われて、こう預かってくるんですね。ところが、その、 戦場は、で、どこにその、あの、上官がいるのかが、なかなか見つけられなくて困ってしまっている。もし、この大事な書類をその人に渡すことができなければ、銃殺されてしまうという、すごくもうビクビクしながらですね、怯えて、えー、います。その、あの、まあ、ヒーローですよね。そのヒーローは、戦場で泣いてしまう。18歳ですから。えー、そういう場面から始まっています。 これがまたすごくた、えー、稀有なことでありまして、さっきも申しましたように、戦争文学というのは何しろ勇ましい戦いをするそのヒーローですね、英雄たちの物語ばかり書かれていたわけですよね、あの当局に都合のいいものです。で、戦,争戦場に行って泣いちゃう18歳の男の子なんていうのは、そのヒーローになりえないはずだったんです、ソ連文学の。えー 基準から言うとところが、僕ャーが書いたのはそういう小説でした、えー。軟弱な主人公、そして、えー、その戦場の様子がですね、長靴などの支給品も何だか足りないというような、何だか今もそんなようなニュースがあるので、えー、これも本当にもう現代とオーバーラップして。 あの思われるなという小説なんですけれども、支給品も、えー、不足している、それからもう、うん、理不尽な行軍をさせられるですとか、えー、そういったことが書かれています。これらは公式の規範からは相当逸脱した戦争文学だったと言えます。とりわけ、この若い主人公が死ぬことを恐れている、生きることに執着している、その姿ですね。これは 人間のの生理からら言ったら当然のことですよね。死にたくないと思うのが普通じゃありませんか。でも、死をも恐れずにファシストと戦うというのがヒーロー、理想のヒーローだったわけですね、ソ連文学では。えー、ですから、その理想のヒーロー像からはかけ離れていました。では、少年兵を達者で、えー、これをちょっと読んでみたいと思います。引用部分です。僕を助けて、救い出して、僕を 僕は死ぬのは嫌だち。ちっぽけな鉛のかけらが心臓か頭に刺さってそれで終わりだなんて、それで僕の熱い血の流れる体が熱くなくなってしまうなんていうのか、しまうというのか。僕を助けて、考えたって滑稽ではないか、まだ何一つやり遂げることのできなかった人間を殺すなんて、僕は10年級さえ終えていないんだ。 10年級というのは、この,あのソ連の,あの学校制度であの1年生から10年生までこうずっとつながっているものですから、まあえー、日本でいうと、まあ、高校の最後の,あの年度、最終学年のことを指していると思っていただければ大体いいんですけれども、まあ、17歳から18歳ぐらいのことですよね。でまあ、幼くして、えー、17歳、18歳を幼いと言えるかどうか分からないんですけど、まだ若いうちに。 えー、戦争に参加した、いわゆるこの少年兵という弱者。その視点から、えー、戦争を描いているという点が、この小説は画期的なんです。でしかも、集団的なその自己犠牲ですね。死という自己犠牲。私たちという集団を求めてくる規範ですね。に対して、語り手は僕を助けて。これ、とっても僕っていう言葉が多くないですか 僕の熱い血の流れになってしまうのか、僕を助けて、えー、僕はまだ10年9歳を終えていない。僕、僕、僕って一人称のね、単数がたくさん出てきますよね。集団主義的な僕たち、私たちではなくて、僕というね、一人称の単数だというところが、まあ、とても大事なわけですけれども、この僕一人で、いやまあ一人のですね、個人でそうしたその集団的な自己犠牲に、 抗おううとととしている、えー、といるうるうにも受け取ることができます個人の性を生きることの性ですね、えー、性をかけがえのない大切なものとして、えー、イデオロギーよりも重視する、えー、求められる男らしさを拒否して泣いてしまうそしてその泣くことを恥ずかしいことだとは考えない、えー、ソビエト的な規範を切り崩すということにこれはつながったと思います。 えー、引用しましたこの翻訳からも「僕」という一人称単数形が多く使われていることを今確認しました。これは「少年兵を達者で」という、えー、この小説が書かれた後実は奥沢は、えーまあ、銀遊詩人として、まあ、一世を風靡することになるんですね。奥沢のことはあの誰一人知らない人がいないぐらいあ,のある一定の年齢のより以上の方はなんですけれども,もうとっても有名なまあ シンガーソングライターというと、あまりに軽々しいので、私は現代の、現代ロシアの吟遊詩人という言い方をしていますけれども、えーまあ、ギターを片手に、えー、自分自身の詩にですね、えー、メロディーをつけて、まあ、歌っていくことになりますけれども、もともと彼は詩人なわけなんですね。それ、その,あの書いているものの多くは、えー、やはりこの、あの 少年兵を達者でを書いた時の、えー、心情とあまり大きく変わらないつまり子を大事にしてかけがえのない性を大切にするという、えー、そして、うん、すごい大きなことを言うわけではないし文学作品の彼の詩の中で反戦反戦とかってこう大声でがなり立てるということもしませんけれどもでも それを聞いていると、ああ、戦争って嫌だって、なんとなく思うようになったり、あ本当に一人一人の性が大事なんだなっていうことがまあ分かる、共鳴できる、まあ、そういう詩なんですね。なので、彼の一貫した思考であると思います。あの、志す、あの目指す方向という意味ですね、思考だと思います。で、この、おー 少年編を達者でというまたあのデビュー作の小説に戻りますけれども、まあ、この中で面白いの面白いといいますか、まあ、シンボリックだと思うのは実は食べ物の比喩なんですね比喩っていってもまあいろんな比喩がありますけれどもあのメトニミーという言われる比喩でつまり、えー ちょっとこうなんか関連があるうもので、えー、表すというあの意味の比喩なんですけれどもそれはどういうものかっていうと実はこの、えー、語り手の「僕」ですねこの「僕」がスプーンをなくしてしまうんですよでスプーンっていうのは兵隊さんがあの1人1本持ってるものなんですねそれで長靴のこう,なんかこ,うこういうところにこう刺して大事に大事に持って歩いているわけですよねスプーンってすごく生きるために不可欠な まあ、命綱ののようななものじゃないですかスプーンがなかったらスープ飲んだりすることができませんよね。それなのに、この少年兵を達者での少年兵はスプーンをなくしてしまうんですよ。ということは、どういうことを象徴しているのか、表しているのか、この僕という人が、まあ、ギリギリまで死に近づいてしまうということなのではないかと思うんですね。そそれで,で少ししますととのドイツ兵と、まあ 彼自身は直接戦うっていうあの戦闘シーンはないんですけれども、えー、ドイツ兵のスプーンを、まあ、手に入れることができたっていう仲間の、あのー、話が、あのー、あるんですね。それで、まあ、どれでも持っていったらみたいな風に言われるんです。でそのスプーンを、まあ、もらってしまえば、これから食べることに困ったりしませんよね。スープを飲むのにね。でも、どうしてもこの えー、ヒーローは、ドイツ兵のスプーンを自分で使うことができないんです。生理的に拒否反応が出てきてしまうんですね。でも結局、最後にですね、一緒に戦っていた仲間、古参兵の、えー、ション・ギーンっていう、まあ、これは名前はどうでもいいんですけどもあの、一緒に戦っていた仲間が殺されてしまうんです。それでション,ギインの えー、スプーンがこの手に入るわけですね。ここで、て多分初めてあの、えー、僕というこのヒーローが生、えー、に舞い戻った、生と死になるときの生ですけどね、生に舞い、まあ、戻ってきたということを暗示しているのではないかなというふうに思います。つまり、スプーンへの執着というのは、生への強い執着でもあります、気球でもあります。国家のために犠牲になると。 ということが奨励されて、死が強要されている戦時下のソ連の社会にあって、僕はスプーンを必死で求める、なんとかしていきたいと思っている、えー、そういう態度は,、まあ、消,極では消極的ではあれ、まあ、一種の反抗の仕草なのではないかなというふうに思います。あそうですね。えーっと はいえー、いつこれを僕は拾う暇があったんだろう、ション・ギーン、ション・ギーンって彼はあの仲間の、ね、名前を呼ぶ場面があります。これがあんたの形見だ、何一つ残らなかった、ただスプーンしか、ただス,スプーン一つだけしか残らなかった、えー、そういう場面があります。えー、実はは奥沢の、あのー、父親というのは 熱狂的なと言っっていいほどの共産党員だったんで,す、ね、でも粛清されえ、粛清されるというのは銃殺されたという意味ですけれども、殺されます、そしてお母さんもその連座した、えー、ということで、えー、長いこと、10年間にわたって監獄、えー、に入れられていたという、そういう,、えー、もう非常に過酷な運命の持ち主なんですね。 それで、えー、っと今度はです、ねそのまあ、詩の方にちょっとお話を移していきたいんですけれども、奥、ま、庄、あ、はもともとが詩人で、えー、やがてその、えーまあ、ギターのね、自分自身でギターを弾いて、自分自身で歌うという弾き語りですね、をするようになります。で先ほどの中編、少年兵を達者でというのが書かれた少し前に、また会おう少年たちと。 ちょっと今、もう、あの、場面が出ていますけれども、画面が。えー、1958年に、えー、書いた詩があるんですね。それは、こんなふうに、えー、なっています。ああ、戦争よ。なんてことをしてくれたんだ。卑劣な奴め。僕たちの中庭は、どこも静まり返り、少年たちは頭をもたげた。少年たちは、急に大人びて、玄関に姿を見せるや、兵士となって次々に去っていった。また、おう、少年たち、少年たち、 必ず帰ってくるんだよという、まあ、そういう内容の詩なんですね。えー、で、この詩のタイトルはあのー、ここに書いておかなかったな、ちょっと小さい字で、<laughs> ダスビターニアと書いてあります、えー。ロシア語もしかしたらご存知の方いらっしゃるかもしれませんけれども、ダスビターニアというのは、あの普通の会話で使うさようならっていう。 挨拶の表現なんですねなんですけれどもここではわざわざ「あのまた会おう」というふうに訳しておきました「さようなら少年たち」でも全然あの翻訳としては間違っていないんですけれどもその「ダ・スビダーニア」っていうのはそのまたその「会う時まで」っていうあの全くその通りの意味それが「挨拶のさようなら」っていうのに使われているために、えー、元の原義をですね えー、まあ、強調してみたいなと思ったわけなんです。それなぜかと言いますと、ロシア語にはもう一つですね、プラッシャイという、えー、本当に永遠にさよならっていう意味の、もう二度と会わないかもしれない人に向かって言う言い方というのがあるんですね。で、それじゃないわけです。こっちは。私ビタニアを使っているということは、次にまた会うことを想定しなければ、まあ、使えない。 そういう,う、まあ挨拶と言ってもいいのではないかと思います、その2つをね、あの比べた場合。まあ、それで、えー、この詩の中では、少年たちに、この一番最後ですね、必ず帰ってくるんだよと言っています、必ず生きて帰ってくるんだよということを、えー、呼びかけていると。そして、このリフレインになっているんですね、この部分が、えー、この詩句を、まあ、繰り返すことによって、これを強調しているというわけです。 そして最初の1行目から2行目にかけてですね、えー、戦争に向かって呼びかけているわけなんですけれども、えー、戦争をまあ一種擬人化しているんだけれども、それに対して卑劣なやつめという言い方をしていますよね。これ、あのまあ、社会主義リアリズムから言ってといいますか、その当局から見たら、その神聖な <laughs> あの第二次世界大戦をそんなふうに言うなんて。 えー、けしからんというふうに思われると思うんですけれども、まあ、普通といいますか、えー、ソ連ではその大祖国戦争をの形容するためには「神聖な」ですとか「偉大な」ですとかそういったまあ形容語句をつけるのが普通だったわけですね。でも奥澤は決して戦争のことを「神聖」だと言ったり「えー、偉大な」っていうふうには絶対に言わない。 なんてことをしてくれたんだ、少年たちを殺してしまって、卑劣な奴め、というふうに言っているんですね。大いに共感のできるところです。で、まあ、これを読みますと、皆様の心の中には多分、思い浮かんでらっしゃるのではないかなと思いますけれども、日露戦争が始まって、トルソイがああいうことをね、メッセージを送りましたけれども、日本ではどうだったかっていうと、よさなわき子が、気にしにたもうことなかれ。 というのを書いているじゃありませんか。1904年です。トルストイトが書いたのと同じ年に、日本でもやはり死なないで帰ってきてねって言っていた詩人がいたということですよね。本当によかったです。日本の文化にもこういう人がいて。えー、奥澤と与謝野晃子の言っていることというのは、まあ、日本やロシアのもちろん状況とか違うにしても、 やはり戦争に人々を駆り立てるという状況の中において、どれだけ勇気が必要であったか、そしてどれだけそのマジョリティに逆らうものであったかということが忍ばれます。えー、じゃあちょっとこの歌なんですけれども、えー、実際にこの人、奥者さんなんですよ。えー、自作の詩にね、あのメロディーをつけて、 友人たちの前でまあ弾き語りをするようになったわけなんですけれども当局は最初こうした単調はだめ <laughs> こんな悲しそうな歌はダメというそういう理由で、まあ、なかなかコンサートを開くような会場も貸してくれないしレコードも出してくれない、えー、いろんな形でこう妨害してきたそうです。でえーまあ、とははってもですね、えー、奥ジャの歌は 当時その市場に、ソ連の市場に出回り始めていたのがテープレコーダーです。でえー、それによって急速に広まっていくんですね、えー。自分で録音して友達に渡す。その友達がまた録音して友達に渡すという、本当に文字通りのこう草の根的な広まり方をした。まあ、なので、えー、銀行詩人という名にまあふさわしいんじゃないかなというふうに思っています。えー ということで、えー、まあ奥沢の死というのは、正面切って体制にまあ反旗を翻すものというわけではなかったのですけれども、まあ、静かに、しかしきっぱりと、ソ連的な集団主義、あるいは偏強な、うーん、イデオロギーをはねのけるものだったと言えると思います。 さて、えー、次なんですけれどもその死を恐れるそのもう死ぬのは嫌だと思うような臆病な少年兵の物語、えー、これが掲載されたのが先ほどタルーサのページという検閲をあの受けないものだったと言いましたよねこのタルーサのページですけれども案の定観光直後に当局によってこれは間違いだったと決めつけられて書店からも図書館からも回収されました。 その翌年です、1962年の話なんですけれども、えー、文芸史「新世界」にアレクサンドル・ソル,ソルジニーツィンのイワン・デニーソビッチの一日というのが発表されました。で、えー、新世界というのはあの今でも続いている文芸史で超一流、一流といいますかそのと、大変有名で部数も多く、えー ズナーミャというですね、もう一つ旗と訳せると思うんですけども、その文芸史とともにですね、ソ連を代表する文芸史だったわけですね。ソ連、ロシアを代表する文芸史でした。そこに、この非常にセンセーションを、世界的なセンセーションを巻き起こした、ソルジニーツィンの小説が発表されたと。 ということなんですけれども、えー、これはですね、それまで、えー、ソ連の公式文学には主要な舞台として、ラーゲリ、ですね、あの収容所ですけれども、収容所が出てきたことはなかったんですね、ほぼなかった。 えー、そこへ持ってきて、えー、このイワン・デニーソビッチの一日はもうずっと収容所だけの一日の一日だけが書かれているものですからもう本当に世界的なセンセーションを巻き起こし雪解けの時代を象徴する作品となりました。で発表にあたっては どうしてこれが出てしまったのか、の発表できたのかというのは、まあ、いろいろな偶然が重なったと思うんですけれども、まあ、一つには、この「新世界」という雑誌の編集長だった人、アレクサンドル・トワルドフスキー、トワルドフスキーという人の人、まあ、力があったというふうに、えー、伝えられていますし、まあ、それからもちろん雪解けという時代でなければ出なかったものだと思いますので、まあ、幸運が重なったのだろうと思います。 えー、それでこの小説をもってロシア語文学の世界には新たに収容所文学というジャンルが、まあ、あの公に幕を開けたと言ってもいいのではないかと思います、えー、この作品は、えー、ごく平凡な農民だったイワン・デニーソビッチ、えー、イワンが名前でデニーソビッチというのはお父さんの名前から作られるあのミドルネームのようなものなんですけれどもロシア語ではそれからシューホフ という名前が彼の名字になります。でこの人が独ソ戦に、まあ、参加したんですね、大祖国戦争に参加した後、まあどのような収容所生活を送っているのかという、その一日を非常にまあ丹念にといいますか、詳細に綴ったものなんですね。で、シ、え、ュ、っとあのーホフのこの囚人服ですね、囚人服には、 周北、えー、のシャーの,あのロシアの文字ですね、えー、アルファベットのシャー845っていうのがね、ここに書かれている、囚人番号が書かれているというふうに書かれているんですけれども、小説の中に。えー、これはですね、えー、と皆さんご存知でしょうか、イブゲーニー・ザミャーチンですね、ザミャーチンという人がアンチ・ユートピア小説「我ら」というのを書いていまして、その中で、 主人公がですね、やはりこう制服を着ているんですよね。それで名前がなくて、その小説の中では、みんながやはりロシア語のアルファベットと、えー、それから番号ですね、例えば D の503番とかっていう風に呼ばれている、えー、ということとそっくりなんですね。えー、で、ザミャーチンという、まあ、一種う、非常に優れた作家の書いた、まあ、未来小説が、 えー、このイワン・デニーソビッチの一日の現実なわけですね、リアルな、えー、現実となっているということで、この恐ろしい一致ですね、未来のことをディストピアとして書いたつもりだったのに、ソ連ではそれが何だか同じようなことが起こっているということで、まあ、ザミャーチンの先見の命には驚くばかりです。でそれはちょっとあの、えー、脱線してしまったんですけれども、えー、それはさておきまして、えー、イワン・デニーソビッチの一日の、えー、主人公、 州至って真面面目でなな人なんです、ね、でもうすごい過酷な環境の中で重労働をさせられているんですけれどもにもかかわらずこうコツコツとこうレンガを積んだりとかこう細かい作業をしているうちにもっとこういうふうにした方がうまくできるんじゃないかとか効率が上がるんじゃないかとかそのいろんなことを考えながら労働していて労働の喜びまで感じるようになります。 藩、えー、の仲間とは、まあ、話が弾むようになったり、まあ、そうした会話を通じて、読者は、シューホフがなぜ今ここに入れられているのか、このラーゲリに入っているのかということを知るわけですね。それがあまりにも不理不尽なので、えー、びっくりする <laughs> わけなんですけれども、それはどういうことかというのが、ここに引用してあります。書類によると、えー、シューホフの罪は祖国への裏切り。 ということになっている、えー。いや、彼はそう自白したまでだ。つまり、自分は祖国を裏切るために捕虜となり、えー、ドイツ情報部の任務を遂行して帰国を許されたものであるというふうに、まあ、そういうふうに書いたということなんですね、自白したということ。もっともそれがどんな任務であったかは、周北自身はもちろん取り調べ官も、えー、思いつかなかった。ということでもちろんこれがでっち上げであるということが あのほんのちょっとなんですけども、書かれているんですね。で、実際はどうだったのかと言いますと、えー、真相はですね、シューホフが所属していた部隊ですね、敵に、まあ、ドイツ軍に囲まれます、包囲されて、彼は捕虜として捕まってしまうんですね。で、ところが、あのー、ラッキーなことに、数日後には脱走することができたわけです、そのドイツ軍のね。えー 捕虜のところから出てくることができた。しかも奇跡的に友軍、つまりソ連軍ですよね、に出会うことができたんですね。ところが、味方にそういうふうに正直に話しても信じてもらえなかった。で、やむなく言われるがままに祖国を裏切りましたとですね、証言して、書類に署名せざるを得なかったというわけです。なんとも理不尽ですよね。でもそういうケースが多分いっぱいあったのだろうと思います。 当時、ソ連ではドイツ軍の捕虜になるということは、ドイツのスパイ、裏切り者になるということと、ほぼ同然だったんですね、同様だったんです、えー。実際に解放されて国に戻ってきた元捕虜の人たちというのは、その多くが今度はソ連国内の別の収容所ですね、ラーゲリに送られる。 そして強制、えー、労働に従事させられるということが多くありました。せっかく戻ってきたのに、ソ連に。祖国にせっかく戻ってきたのに歓迎されるどころではなく、また新たな収容所に入れられたわけなんですね。えー、これはそのドイツという国で働いあの戦ってホルになるということ、それ自体がよくない。生きて帰るなということに等しいではありませんか。 捕虜になるくらいだったら死ねと言っていることと同義なんですよね。でそれを考えると、まあ、日本もそうだったじゃないかと思いませんか東条英機によって先人軍というのが書かれたその中に生きて旅衆、えー、のい、えー、恥ずかしめを受けずという一節がありますよね、えー。有名な話だと思いますけれども捕虜になるのは恥という,う、まあ、メンタリティーといいますか。 うん考えがあったわけで、その点、ソ連と日本は、体制こそ反対であったというか、全く違っていたにもかかわらず、くしくも同じメンタリティーだったと言えるのかもしれません。残念ながら。さて、このように、ロシア文学が、その伝統的に扱ってきた名もなき、えーまあ、小さな人々ですね、小さき人。 ロシア文学が伝統的に扱ってきたというのは、えー、実は19世紀のロシア文学からしてそうなんですけれども、まあ、ゴーゴリですとかドストエフスキーの、まあ、伝統が、えー、名もなく詩がない、えー、小さき人々という人たちを、まあ、小説の主人公あるいは登場人物にして描いてきたというあの,のがあります伝統があります。 それを指して言っているんですけれども、この小さき人でありますシュホフは、もう国家の論理に振り回されてしまう、そして虫けらのように扱われているわけなんですけれども、まあ、一方で、えー、非常にま庶民的な知恵を精一杯働かせて、要、え、領、ー、よくスープを2杯分もらったりですとか、えー、別の囚人からタバコを買ったりですとかその、そういうことをしながら、まあ、1日が終わるときには、 こんな感想を漏らすんですよ。暗い影のちっともない、幸いと言ってもいい一日だったえ。人間の幸せっていうのは何だろうというふうに考えざるを得ませんけれども、満足さえ覚えて一日を終えることができた。それが、えー、イワン・デニーソビッチの一日なんですねえ。彼には自分をこのような境遇に、まあ、陥れたと言いますか、導いた、 権力者に対する恨みもなければそれから戦争に反対する意思もないように見えます。すべてを運命であるかのように従順に受け入れている。そして与えられた環境の中でしぶとく生きていく、生き延びようとする。まあ、そういう人だと思います。それに対して、じゃあ、ソルジニーズもそういう人だったのかといったら、それはもう全然違います。先ほどのオクャは あの、少年兵を達者でというのは、オクジャー自身の電気的な事実が投影されていたんですけれども、この、えー、イワン・デニソビッチの一日というのは、ソルジニーチン自身のこう考えというのが、あの、周辺に、えー、投影されているわけではありません。ソルジニーチンは、じゃあ、どんな電気的な事実があったかと申しますと、 えー、召集されたんですけれど召集されてね、えー、従軍したんですけれども、えー、1945年に、えー、まだ戦線にいたとき、前線にいたときですね、そこから、えー、知人に宛てて手紙を書きました。その手紙の中で、スターリンを揶揄したとして逮捕されるんです。ということは、つまりもちろん手紙が、ね、検閲されていた、読まれていたということなわけですけれども、そして収容所送りになった知識人。 ですね、農民ではありませんよねでしかもソルジニーツィンは本当にこの人はそのペン1本で権力に立ち向かったというのに、えー、ふさわしいことをしたんですね。それはどういうことかっていうと1967年には検閲廃止を求める訴える次のような書簡を作家大会に送っています。もうこれは命がけだったのではないでしょうか。 その内容がここにあります。文学がその時代の社会の空気となることもなく、苦悩と不安を社会に伝えることもせず、必要とされる時に迫りくる倫理的、社会的危機について、危険について警告できないとしたら、それは文学の何さえ値しない。単に上辺を飾る見せかけである。そんな文学は民衆の信頼を失うに決まっているし、発行されても読み物にもならない、クズに過ぎない。 かなり激しいい調子でクズと言われています <laughs> あの大部分の文学がですね。えー、このような書簡、えー、をもっと長いんですけれども、作家大会というのはもう唯一の,あの公式の,、ね、あの大会でしたので、そこに送りつけるわけです。えー、ソルジニーツンは、えー、検閲制度というのは憲法違反であると正面切って批判しています。 つまり小説では素朴な農民の、ね、話し言葉を駆使しながら、えー、シューホフという善良なロシアの農民像をまあ作り上げたわけなんですけれども、まあ、そしてその意味で、えー、まあ,ある意味でですね、えー、こう典型的なロシアの農民の姿を描き出したというふうに言えるかもしれないんですけれどもそのシューホフというのは捕虜から囚人になった、えー、そういうまあ過酷な運命を担わされていた。 で、それでニーチン自身は、作者自身は知識人であったということで、周、ま、北、あ、は言ってみれば、知識人から見た理想化された農民像と言えるかもしれないと思います。まあ、政権側からしますと、周北のような、まあ、元捕虜の存在というのは、大祖国戦争の最中も、それからその後もですね、戦後、長らく隠しておきたい。 都合の悪い真実でありました、えーでうん、この都合の悪い真実っていうのがソ連当局にはいろいろあってタブーがいっぱいあったわけなんですけれども、まあ、それが、まあ、そのあとでまたお話しする、えー、約100万人もいたと言われている女性兵士の存在ですよねこれも都合の悪い真実だったので隠しておきたいと、えー、思ったわけなんですがあのそうした存在とともに この捕虜、囚人の問題というのは戦後長らく表に出ることがなかった。タブーであり続けました。雪解けの中途半端な自由化では、そのすべてのタブーをこう解くというところまではいかなかったんですね。これらの問題が顕在化するには、いつまで待たなければならなかったかというと、もう皆様お察しの通りと思いますけれども、まあ、ペレストロイカ、グラスナスチ、 というのがようやく始まった1980年代半ばですね。えー、これによって、えー、言論の自由化が進むまで待たなければならなかったんです。で映画の世界もあの全く同じようでありまして、例えばアレクセイゲルマン・ゲルマンという監督さんがあの道中の点検という映画を作っています。えー、1971年に えー、作った映画なんですけれどもこれがもうこのタブーに切り込んでいるんですねドイツ軍の捕虜となった人を描いています、えー、ドイツにこの人は協力していたんですねそれで、えー、その人がその、えー、ソ連軍にま戻ってきたという設定でまあ、これはもう明らかに裏切り者だというふうに、まあ、みんなに思われるわけなんですけれども裏切り者は 処刑するべきだという人たちに、えー、こうしてですね、えー、いや、ちょっと一回、えー、チャンスを与えようという人がいまして、えー、そのリーダーですね、五長さん、えー。それで、その人、えー、がどうなったかっていう映画なわけなんですけれども、1970年代には、まあ、このようなテーマを扱うことすらできなかったので、えー、この映画は長いこと。 もう10年以上ですね、15年ぐらいですかね、お蔵入りしていたというふうに聞いています。えー、やはり、えー、これが公開されたのは、ペレストロイカ期の1986年だっただそうです。さて、はい、ということで、えーまあ、いろいろなタブーがあるというお話をしました。で、まあこのように、えー、敵軍のま捕虜になる。 ということは、まあ、不名誉であったと,、えー、というだけではなくてスパイ行為をしているということに、えー、なっていたわけですね、ソ連では。それで帰国後、まあ、極めて非人道的な、えー、それこそ人権を抑圧するような処遇を受けることになった。えーまあ、たとえ脱走してきてもこれですから、犯罪者扱いということですから、これがこのまあロシア軍、ソ連軍ですよね、から脱走したなんてことになったら、まあ、さらに重い罰が、あの 加えられることになるだろうということは、まあ、簡単に想像できますよね、えー。そのことが書いてあるのが、ワレンチン・チラスプーチンという作家の「生、え、き、ー、よそして記憶せよ」というタイトルの本です。えー、ちょっと今日いろいろ本を持ってきたのですけれども、今まで、えー、お見せすることを忘れていました。あのこんな感じの本ですねあの、ラスプーチンの本です。はい これはまあ長編小説と言っていいものなんですけれども、えー、ラス・プーチンがですね、1974年に、えーまあ、あの雑誌、我が同時大臣という雑誌がありまして、まあ、そちらに発表したもの、えー、がこち、この小説になります、えー。これは大祖国戦争で3年間もの間、もう必死で戦った挙句にまあ負傷した、えー、そういう兵士。 それでもその入院していて、まあ、傷が治ったら、あのーまあ、少しの間でも故郷に戻してくれるのではないかというふうに期待してとても楽しみにしていたんですねその兵士のアンドレイという、えー、主人公の一人ですけれどもところがもうそのまままた前線に行けと言われたということでもうアンドレイはすごくショックのあまりですねと反対の方に 戦争のあの前線とは逆の方向にこう行ってしまうんですね。つまり自分の故郷の方に向かう汽車に乗ってしまうわけです。もうこれは脱走兵ですよね。こうなった時点で、まあそれで、えー、まあ終戦までほんのわずかだ。 んですけれどもでもそんなことはそのアンドレイは知るよしもなくてですね、えー、どうしようもなく郷愁が募ってしまったわけですねでやがて、えー、途中でちょっとどっかに寄るっていうのもあるんですけれども最終的には自分のまあ故郷の農村にまあ戻ってきます、えー、だけれどもまあなかなかすぐにはそのこう自分の姿をね表すわけにはいかない家族にも迷惑がかかるということで 遠くからその自分の家を、ねまあ、見ていたわけです。えー、身を隠していたんですけれども何かおかしい何かがなくなっているということに家族の者のが気がついて、えー、と奥さんの那ナスチョウ、えー、ナと、えー、呼ばれている人、えー、この人がアンドレイの奥さんなんですけれども、えー、この人がもしかしたら夫がこの近くにいるのではないかというふうに、えー 予測すするんですねそれでお風呂を沸かしておくとお風呂に入りに来るというアンドレイが、まあ、そのことによって、えー、自分の夫が脱走してきたのだということを理解します。えー、ラス・プーチンはですねあのいわゆる農村作家というふうふに言われてきた人ですで70年代その、まあ、農村作家というのはもちろんあのシベリアですとかの農村のまあ実態を描いたり 割とリアリズムにのっとったこう、うん、小説を書いてきたのでその、まあ、いわゆる大きな枠組みですね、社会主義リアリズムの枠組みの中に、まあ、入っていたわけですね。なので、あまり抑圧されることも弾圧されることもなかった、えー、人たちの何人かいるわけですけど、そのうちの一人がラスプーチンです。でえー まあ、とはいっても1970年代のソ連文学で脱走兵のテーマを扱うというのはあのかなり勇気のいることだったのではないかと思うのですけれどもまあでも、えー この正統的なリアリズム作家でありますラスプーチンはこの作品を発表することもできましたしそれからこの小説というのは何度も版を重ねてソ連の読者多くの読者に読まれることになりラスプーチンの代表作となりましたでこの非常に雄大でですねこう厳しい気候条件 自然の条件の中でシベリアなんですけれども、まあ、その自然を背景に銃、えー、殺を覚悟しながら身を隠している夫アンドレイ、えー、それから、えー、そのアンドレイもですね時々自分自身でどうしたらいいかわけが分からなくなってしまって非常に自暴自棄になるんですねでその、えー、アンドレイの気持ちを察しそして夫がですねアンドレイが「もう絶対これは誰にも言っちゃいけない自分の親にも言うな」 ということで絶対にこの秘密にしておけというのをカタクなに守って那須長男はですね、えー、非常に苦しい立場にだんだん追い込まれていくことになるんですね誰にも一言も明かさず夫のために、まあ、いろいろなもの食料ですとか運んでいったりその 雄大なです、ね、アンガラ川が流れている、その向こう岸に夫がいると、あそこの小屋に夫がいると、えそこにいろんなものを運んでいったり、もちろん自分自身も会いに行ったりする。そのうちに、えー、そうですね。えー あの2人の間に、まあ、赤ちゃんができるんですね。あのだんだんなな長男はその、まあ、お腹も大きくなってしまって、えーまあ、誰かに気がつかれて気づかれたらどうしようというさらに絶望的な状況に追い込まれていくというそういう非常に、まあ、スリリングな物語です。で、えー、とても、まあ、印象的な素敵な場面がいろいろあるんですけれども、まあ、こう人目を気にしながら雪のねあの雪原を こう行くとで、えー、氷の溶けたアンガラ川を渡って夫に会いに行く場面ですとかナス長男まあ非常に細やかな心理、えー、描写ですとか自然の描写ですとか、まあ、非常に優れたあの作品だなというふうにあの今回改めて読み直してみて思いました。でこのそうですね、えー、夫アンドレイがですね、えー、どうして実習することもなく もうニッチもサッチもいかなくなってしまうのにただただこう何もせずにいるもうこのじりじりとこう読者もですねな,なんとかしてナス乗車をた助けてあげてというふうに思いにかられるわけなんですけれどももう妻は妻でですねナス乗車の方は夫が何を考えているのか分からないその気持ちを測りかねてそのこんなふうに言うんですね。 戦争が終わったら許してもらえるんじゃないって夫に言います。えー、でもアンドレイの答えがこうなんですねあの。引用してあります。いや、こんなことは、こんなことっていうのはもちろん脱走してきたことを指しています。こんなことは許してもらえねえ。こんなことをしでかしたやつは、なろうことなら3遍ずつも銃殺刑にかけられるところさ。死んだやつをもう一度引っ立,て引っ立たせて、また撃つんだ。他の連中への見せしめにな。 俺の運命ははっきりしている。今更、ジたばたすることはね。というふうに、まあ、シベリアのこの方言といいますか、あの言葉遣いが、あの安岡先生と原先生のお二人の協約なんですけれども、あのまあ、見事に生かされた翻訳になっていると思います。で、まあ、脱走するということが、まあ、どれほど重い罪であるか。 三度銃殺されてしかるべきであるというふうに、まあ、アンドレイは、ね、思っているわけなので、まあ、こう簡単には自主して出るわけにもいかないという、まあ、そういう状況なんですで、えーまあ、身ごもってしまったナスチョーナですねで、えー、でそのことをアンドレイに告げますよねそうするとアンドレイどういう反応したと思われますかすごく喜ぶんですよ自分の,このなんか子孫があの自分の血を、ね、受け継いでくれる 子供ができたたなんてよくやったみたいなことを言って、えー、どうするのよこの子供を育てていくのはなすそうじゃないですかなんかちょっとその辺り女の人の立場が分かっていないなっていう気持ちもしながら読んだんですけれどもあのマンドレーの気持ちというのは自分の子孫を残すそれでもって自分がその自分の故郷の,あの村に帰ってきた甲斐があった というふうにまでね考えています、えー。妻の方はもうなんかそれどころじゃないんですけれども、まあなんとかして子供を産んでいこうかというふうに思っているんですが、まああの作品はですね、えー、前編にこのまあ銃殺という言葉も出てきますし、死の匂いがですね香りがもうずっと漂っています、えー。だんだん作品はその現実を突き抜けてこうちょっと神話的な、えー、色合いを さええー、帯びてきますけれども、えー、例えばどういうところかって言いますと戦場にいたアンドレイとそれから、まあ、村にね残って彼を待っていた那須長者が那須長長が全く同じ夢を見ていたんだっていうことが後で分かったっていうようなですね、えー、そういうところですとかあるいはアンドレイが1、まあ、人でこう 例えば狼ですとかそういう怖い動物なんかに襲われるかもしれないと思ってビクビクしながら一人で住んでいますよね。でそこへ、えー、子牛がやってきてその子牛,あの子牛を、まあ、アンドレイが殺すわけですね。まあ多分食料にするためです。でその子牛を殺された母牛ですね。それがこう身動きもせずにこうじっと彼を睨んでいる、えー。あたかも不吉なことを。 予言するような異様な目で、その母、あの牛がアンドレイを睨んでいたりですとか、そういうところが、まあ非常に真に迫っていると同時に、こう、ちょっと神話的な要素もある。えー、そんな小説になっています。で、アンドレイはあの、まあ、これもあの、先ほどのねソルゼニーツィンのイヴァンゼニーソビッチと同じように、決して反戦思想を持っているという人ではないんですね。やはり農民です。 えー、それから自分自身の心情でもって脱走したわけではないわけですよ、さっきもお話ししたように、もう怪我までして、一生懸命戦争をして、尽くしたのに、これでもふるさとに返してくれないなんて、もう絶望のあまりこう、フラッとあの前線を離れてしまったわけなんですよね。そういう、まあ、言ってみれば普通の人、えー、姿勢の人と言ってもいいかもしれません。 えー、なので最初のうちは自分の行動がこう引き起こした事態を、えー、運命だと言って引き受けようとするんです。でもやがてその自分がそうした過酷な運命にです、ね、導かれたのはなぜなのかっていうふうに考えるようになります。えー、その時に根本的な原因が戦争なのではないか戦争それ自体にあるのではないかというふうに、えー、思い至ります。 ねえー、とそれが次の引用になります。これはみんな戦争のせいだ、そうなんだ。彼は再び弁解を呪文のように唱え始めた。戦争はあれだけ死人や不具者を出しておきながら、まだ足りずに、俺みてえなやつまで必要としやがった。戦争なんてもんがどうして降りかかってきたんだ。みんなの上にいきなり恐ろしい報いだ。というふうに考えるように なります、えー、でもまあこう考えたからといって、まあ、反戦運動をしたとか、まあ、そういうことではないわけです。戦争は打ち合いによって人を殺すだけではなくてさまざまな形で普通の人先ほど申しましたロシア文学に面々とね脈々と息づいてきた小さき人々の心身をも破壊してしまうものです。アンガラ川を渡ろうとしたナスチョーナはこう追っ手に迫られてそれで夫のもとに行くことが できなくなってしまうんですね。それでもどうしようもなくなって、えー、アンガラ川に飛び込みます。樹水自殺をするんです。非常に悲劇的なあの結末のあの物語ですね。はい。それで、えー、まあこれはあの安岡先生この役者のお一人なんですけれども、あの安岡先生があの指摘してらっしゃることですけれども、まあロシアの このまあ、異教的なといいますか、キリスト教が入ってくる以前のあの、えー、に信じていた、その多神教的なね、えーこう、信仰というのが、土着信仰というのがあるんですけれども、まあ、それフォークロワになっているわけなんですけれども、でその中にはルサールカといいましてね、えー、女の人が、 まあ男の人と添い遂げられないですとか、あるいは男の人に騙されちゃうとか、というときにその、まあ、受水自殺をする、そうした人たちが、の水の中で生きているとルサールカになって、それで、えー その水のそばを通る男の若い男の人たちがいると、えー、その水の中に引き入れて、ね、殺しちゃうだとかくすぐり殺すだとか、あのー、そういうルサールカっていう水の精というと可愛らしいんですけど水の妖怪女性の妖怪がいるんですけれども、えーまあ、そのルサールカの宮殿が水の中にあるアンガラ川の中にというかまあその川の、ね、中にあると信じられている。 えー、その民間伝承を,を,を、まあ、思い出すならばその那須長男が最後に、えー、そのアンガラ川に飛び込むときにちらっと見えたその水晶の宮殿みたいなものっていうのがほんのちょっとだけほんの一言だけ書いてあるんですけれどもそれなのではないかというですねすごい素晴らしい指摘をしてくださっています。 まあこういうようなこところもあるので、ちょっと異教的な雰囲気です、さっきから言っているようにちょっと神話的な雰囲気というのが、この小説に漂っている、えーまあ、一つの少佐になるかなと思います。さて、あまりもう時間が残っていないのですけれども、まあ、最後に取り上げたいのはアレクシエーヴィチです。えーまあ、ここまでですね、えー、4, 人4人の人に、えー、関わるです、ね、戦争に行って負傷した。 奥ーの弱虫な、えー、少年兵ですとか、帰国して収容所に送られてしまったソリリツニーツィンの元捕虜の話だとか、まあ、前線を離れて帰郷したラスプーチンの脱走兵の話とかを、まあ、見てきました。それで1960年代から、まあ、70年代にかけて書かれたこれらの物語、戦争弱者のリストですよね、これらは。 さらににこここに、ね、女性兵ととといいううのを、えー、付け加えるるができるだろうと思います、えー、男,性兵男性の、ね、兵士と一緒に戦場に行って同じようにあるいはそれ以上にです、ね、過酷なあの戦場をかいくぐって辛い思いをしたにもかかわらず戦後そのことを、えー、公に口にできずに、えー、戦場に行ったっていうと後ろ指を刺され えー、てしまうので口を閉ざさなければならなかった女の人たちというのが、えーまあ、100万人ぐらいいたというふうに言われているわけなんですね。で、その彼女たちの言葉を、えー、スベトラーナ・アレクシエーヴィチという作家が、えー、証言集にしたもの、まあ、それが戦争は女の顔をしていないですね。えー、と、岩波、文庫に。 それで、えーまあ、アレクシエーヴィチがその証言を集め出すのが、やはり1970年代なんですよね。なので、えー、先ほど見た、えー、ラス・プーチンの小説が書かれた頃やはり、えー、戦争の記憶というものを、ん何んらかの形で残さなければいけないと。 文学の世界でもその残していかなければいけないという多分そうしたこう思いというのがこうだんだん高まってきたのが70年代なのかなというふうにまあ思います。えー、しかしこの戦争は女の顔をしていないというこの本も発表できたのは1985年なんですよ。まさにこの本もベレストロイカを待たなければいけなかったということが言えますね。 それでこの本には何百人という人たちの証言が記録されているわけなのですけれどもそのアレクシーヴィチにインタビューをしたりして話を聞きますとそのテープレコーダーを持ってね証言者のもとに何度も何度も通って話をしてもらったというふうに言っています。これが まあ先ほどテープレコーダーというもののこの、まあ、テクノロジーではありますけれども、これがあることによって、オクジャーの歌が、奥澤だけじゃないですけれどもね、何人かの銀融詩人たちの、あのー、歌が、まあ、それがあやや反体制的な色合いを帯びている、えー、歌が、ですけれども、えー、のーまあ人口に介謝したと言いますか、広くロシアの、ソ連の,あの社会に広まっていったという話をしましたよね。 アレクシーヴィチもやはりこの,あのテクノロジーのおかげで証言を取りそしてテープを起こしてこの証言詞を書いたのだなということをなんかつながっているなっていうふうに思うわけなんですけれども、えー、でこの本をこう世に送り出してまあ初めてと言っていいと思うんですけれどもこんなにたくさんの女性たちが兵隊さんに行って 本当に戦って、その銃を守っていたのではなくて、本当に前線に行って、自分たちが大、えー、砲だ、銃だという、えー、そういったものを担いだり、撃ったりしていたのだと、えー、そういうことが初めて分かったわけなんですね。それまでほとんど知られていなかったわけです。えー、しかも彼女たちは戦中だけではなく、先ほども申しましたが、戦後長い間、深く傷つき、 苦しんでいた。まあ、その二重の苦しみについて全くと言っていいほど知られていなかったわけです。で、アレクシエビチはまあ、このあの彼女の本にはあのどれも共通しているんですけれども、アレクシエビチ自身の声ですね。彼彼女自身の考えというものは、あのあまりたくさんのページを裂かれていないので。 あのまあ、証言がすごく多いじゃないですかなのでなかなかあの彼女自身がどう考えているんだろうっていうと場所を見つけるのは、まあ、困難じゃないですけれども少ないんですけれども、まあ、でもあそ,こそこの中から印象的なものをちょっと取り出してきましたそれにしてもなぜ幾度となく自問した女たちはかつて男ばかりの世界で自分の地位を主張しそれを獲得したのになぜ自分の物語を守りきらなかったのだろうか 自分たちの言葉や気持ちを、自分を守り、えー、自分を信じなかったのだろうか、丸々一つの世界が知られないままに隠されてきた。女たちの戦争は知られないままになっていた。というふうに語っています。えー、戦争をどう描くかというのは、今後のロシア語文学にとって非常に大きな課題だというふうに思っています。どんなものが書かれることになるのか。 それは今全く予想ができないんですけれども、でもど、誰の視点で戦争を描くのかですよね。強いものの視点で描いたら、やっぱりソ連時代と同じように英雄の物語ばかりになってしまうでしょう。でも、えー、アレクシエーヴィチは決してそちらの側に立ったりはしないわけです。そして、この証言集から浮かび上がってくるのは、戦後のソ連で 女性たちがどれほどのいじめや嫌がらせを受けて、そして口を閉ざさざるを得なかったかということですね。女性たちは戦争で戦ったにもかかわらず、それを正当に評価してもらえない。言いがかりをつけられて、非難され、社会の中心から終焉へと追いやられました。その意味で、イヴァンデニーソビッチと同じくらい過酷な戦後を生きなければならなかったと言えるかもしれません。例えば 狙撃兵だった女性のこんな証言祖国でどんな迎え方をされたか、これは多分アレクシエビヴィチがどんなふうに迎えられたんですかって質問したんですよね、それを繰り返して証言者が言ってるんですけれども、涙なしでは語れません。40年も経ったけど、まだ頬が熱くなるわ。男たちはが、ま、黙っていたけど、女たちは女たちはこう言ったんです。 あんた,たちが戦地で何をしていたか知ってるわ若さで誘惑して私たちの亭主をと年頃になったんだろう。戦地の暴れ戦争のメス犬目とありとあらゆる侮辱を受けましたもうこれも本当に氷山の,あの一角だと思います嫌な目にいっぱいあった女の人たちでした、えー、戦争から戻った男たちは英雄に祭り上げられこれはこれで ななかかか厳ししいことももあったかもしれませんソ連社会っていうのは本当に男は男らしくというのがものすごく働くそういう社会なんですよね。えー、で一方では女たちはアバズれ扱いをされてきたと、えー、このソ連社会の、まあ、言ってみれば歪んだジェンダー意識これがあぶり出されていると思います、えー。もしかするとご覧いただいた方もいるかもしれませんが去年の NHK の「100分で名著」という番組でこの戦争は女の顔をしていないの,あの取り上げてちょっとご紹介させていただきました。その本がちょっと遠いこういう薄いものになっています。はい、アレクシエーヴィチはこの作品でその女性兵士に焦点を当てたわけなんですけれども同時にもう一冊 この証言紙を出しているんですねそれは日本語では「ボタン穴から見た戦争」というタイトルになっていますけれどもこれは当時つまり戦争の時に子供だった人たちに証言を取っているんですね、えー、その時子供たちはどんな、うん、歓声で戦争を見ていたのかということです、えー、その後がアエンの少年たち」というアフガン戦争その後がチェルノブイリの祈りという原発事故 そして最後がセカンドハンドの時代というタイトルのソ連崩壊後の事情ですよね。それを扱っているわけで、常にその弱者の立場に立った証言です、ね、をとっていますあの。よくオーラルヒストリーではないかっていうふうに言われることがあるそうなんですけれども、オーラルヒストリーって割とこの偉い政治家ですとか、あの知名度の高い人にずっとこうインタビューをとって、 あのその人がこう、とくとくと話すことを、まあ、文字に起こすということが、まあ、それはちょっと私の偏見かもしれませんが、まあ、そういうもの,がも,ものもあります。でも、アレクシエーヴィチは決してそういうあの証言の取り方はしないですよね。で、そんなこう一徹な姿勢、彼女の。それはもう、もちろん当然のことながら、当局にとっては都合の悪い真実が、まあ、次々に暴かれる。 ということになるわけですから、えーえーまあ、ベラルーシにいるときもですね、えー、ヨーロッパ最後の独裁者という、えー、不名誉なあの形容語句がつけられて、いつも紹介されるルカシェンコ大統領ですが、えー、ルカシェンコはもちろん、アレクシエーヴィチのことはよく思わない、思っていない、えー、わけです。えー、2000年に、えー、まだ2年前の、違いますね。2000 2000年に一度ベラルーシを去って、えー、とアレクシエビチはそれで11年間の間そのヨーロッパの、ね、国を転々としていたんですね。えー でもその後、ま、帰国したわけなんですけれども、2年前のその2020年に、えー、大統領選挙が行われたとき、皆様もあのご記憶に、ね、たあの新しいのではないかなと思いますけれども、まあ、その選挙が不正であるということから、まあ、そ,れを単それに端を発した、えー、市民の大規模デモが、もう毎週のように、えー、行われました。 もうハラハラしながら、あのー、映像をずっと見ておりましたけれども、えー、それもまたやはり力で封じられてしまい、現在、アレクシエビヴチはあ再び出国を余儀なくされ、えー、ベルリンに、えー、いますね。まあ、言ってみれば半分半ば亡命の状態にあるというふうに言える、えー、つまりアレクシエビチにとって戦いは現在進行形であるというふうに言えると思います。えー まあ、あのいろいろなあの作品を紹介してまいりましたけれども、まあ、ロシアによる戦争、まさに今、続いているわけで、えー、それを経験している私たちにとって、どれを読んでもう似ているなと思うようなところもあるし、日本も危ないなと思う、もうこれをなんですか。 多山の石といいますかこういうものを読んで私たちも参考にしてなんとかこういうふうにならないようにしなくちゃいけないと思うようなこともいっぱいあります、えー、全然古びていないんですねどの作品も、えー、どうやら人間というのはその過去の経験から学ぶということが苦手なのではないでしょうかどんなにテクノロジーが発達しても同じような過ちを繰り返してしまうらしい 現在の状況はスターリン時代にに酷似してていいいるという,ふうに言われています。もしそうだとすると、年若い青年や女性たちが前線にまた送られ、修羅場を体験し、以後長らく PTSD で悩む、悩まされるということになりかねません。前線を離脱しようとする兵士や脱走兵を味方が銃殺するなどというですね。 えー、後ろから撃ってもいいなどというその命令さえ出たというふうにも聞いていますしそれから反戦を唱えた人たちが逮捕、収監されて拷問を受けているというニュースもあります再び同じような悲劇が今繰り返され,されようとしているように思います弱い立場の者が苦しむことになる再びどれほどの涙が流されどれほどの同国とうめきが聞かれることになるのか とても心配です。そして、えー、私が今一番関心を持っているのは、えー、ロシア語文学が一体この苦しみ悲しみをどのようにこれから描いていくかということです。まだ戦争中なので、えーまあ、戦争中でもいろいろ書き始めている人はいるんですけれども、えー、戦後になって えー、何か新しい戦争を描く文学というものがロシア語文学の中から生まれてくるのかどうかですね、えー、これを注視しています、えー、非常に予想することは難しいのですけれどもどんなタイプの作品が出てくるというのは全く、えー、予想できないんですけれどももうすでに断片的ではありますけれどもこの戦争の実態を書き残そうというですねドキュメンタリー的な あの試みというのはすでに始められています。例えば、えー、リノールゴラーリクですね。リノールが名前ですね。ゴラーリクというのがあの名字なんですけれども、女性の作家です。この人はあのイスラエルに住んでいて、まあイスラエルとロシアを行ったり来たりしながら執筆活動をしていた人なんですけれども、まあ今はイスラエルにあの、主にいますね、この現役作家が。 えーまあ、自分自身の経験ですとか、それから周囲の人たちの話を、まあ、記録して、時代の証言として SN、SNS で発信しています。まあ、こうしたテクノロジーは、まあ、現代のもので、新しいものなので、確かに非常に迅速に、えーまあ、読者のもとに届きますよね、えー。こうした動きはあります。そして、えー、最後にあのご紹介したアレクシエーチですけれども、えー、彼女は、 あのずいぶん前まではですねあの、愛の本を書く、愛と死の、まあ、甥ですね、死というよりは老いの本を書きたいと、これもまた証言を取って書くんだっていうようなことを言ってたんですけれども、えー、つい最近、えー、オンラインで、えー、インタビューをしたところ、今書いているといいますか、証言を集めているのは、 えー、このベラルーシの2020年の大統領選の時の民主化デモの時の話とそれから今まさに起こっているウクライナ戦争についてだというふうに言っていました。えー、ですので、えーまあ、彼女はあまり SNS で発信するということは自らはしていないのですけれども、えー、今後どのような、まあ、ドキュメンタリー小説 あるいはフィクションが生まれるのかということですね。えー、それがあの気になるところです。ということで、えー、長々とお話をしてまい、えー、りまして、時間を超過してしまいました。<laughs> 以上で、えーと、私からのお話はおしまいです。長い間ご、ご清聴いただきありがとうございました。